こんにちは。今日はですね、平塚の方にですね、お邪魔させていただいて、今日は平塚の美女亭のですね、山さんだったり、宮古さんが、平塚闇女亭のもう追い立ち、ルーツですね、その街ぶらを今日させてもらえるということで、山さんと、はい、宮古さんですね。の、その闇女亭の当時の、まあ、ここの、ここで何々があったとか、そういうところをですね、今日は特集していこうかなと思って。ありがたいです。街ぶらをさせてくれるってことで。そういうことですね。はい。なんでちょっと、今ちょっと山さん家の方に向かっていますので、ちょっとそっちに行ってみます。わかりました。よろしくお願いします。行ってみましょう。よろしくお願いします。お願いします。早速、特攻服着られていますね。あ、これは当時の特攻服で。あ、白の特攻服はちなみに、この特攻服は、実は丸先輩がですね、はい、来ていただいててですね、ごめんなさい、はい、最近なんか出てしまってばっかりで、いやいや、ぜひ本当助かってますね、はい、一応女子に見えるかなと、あ、もうなんか髪型的にちょっと最初女子かなと思ったんですけど、はい、あ、めちゃくちゃ強そうだなっていう思いましたね、はい、ごめんなさい、はい、こんなオープニングで、はい、はい、一応山さんに許可もらってます、はいはい、てなわけで、はい、今回、森ちゃんの方から、はい、ぜひ平塚の方をね、はい、闇状態の方を、はい、ちょっと撮影させたいと、はい、昔のルーツに、そうですね、取り付きたいと、ありがたいですね、今回山さんち、はい、ご実家ご実家大丈夫なんでしょうか、あ、 OK もらってます、あ、本当ですか、はい、ご実家はこんな感じで、はい、ここがじゃあまあ山さんの原点である、まあそうですね、そうですよね、はい、自分個人からしてみたら、はい、まあ目線で、はい、山さん、ね、はい、スタートもよろしいんじゃないかと、ああなるほど、山さんでね、はい、今回はこちら、モデルになっておりますけど、はい、はい、後ほど登場いたします、ね、はい、はい、せっかくなんで来ていただいてます、当時の、はい、めちゃくちゃかっこいいんですよ、これ動画越しで伝わらないぐらい年季が入ってるんですよね、はい、キラレッサ、はい、あの宮古さんです、宮古さんですよね、はい本当当時この宮古さんはこの特攻を着て、まあ、あの町を地元を守ってたっていう、そうです、だからもう再三お願いして、はい、やっと、ああ、ありがたいですね、はい、来ていただいて、はい、本当に来ていただいたことがもう光栄ですよね、でも恥ずかしい恥ずかしい、本当に散々怒られてます、はい、はい、もうびっくりです、お願いします、はい、ありがたいですね、はい、でこれから山さんの、はい、はい、お迎えに上がりましてね、はい、はい、まず山さんの中学校時代から、あ、中学校気になりますね、はい、はい、はい、撮影もしていただけないかと、はい、思いますので、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、こちら、はい、山さんからね、当時の、はい、わ、これもかっこいいですね、黒金で、これはモテと、はい、はい、で、もう一枚こちらも、ね、そうですね、はい、こちらもそうですね、これもいいですね、かっこいいですね、はい、じゃあもうちょっと、ね、あれです ね、もう早く行こうっていうところで、そうですね、人もいますので、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあ最後、じゃあこの2人の中で行きますか、じゃあぜひ町村の方よろしくお願いします、よろしくお願いします、行きましょう、はい、着きました、はい、山さんお疲れ様です、お疲れ様です、着きまして、丸先輩、ここがあれですか、神田中学校ですか、そうですね、山さんの、はい、母校である。あ、母校で。自分の母校でもあるよ。はい。はい。ちょっとここでいろいろと、じゃあ、どういう、まあ、山さんの、この中学のどういうしてたのかなとか、聞きたいなと思いまして。はい。どうしよう。ほとんどいないよ、学校には。あ、学校にはいないですか。いや、ほとんどいない。いたとしても、はい。そこに溜まってるか。これ当時、自販機とかは、あったんですね。自販機もあったから、ね、頭この自販機もあられて、で、校舎の中入れば、はい、保健室ですか、はい、先生とぶっ喧嘩してぶっ飛ばしてるか、はい、ガラス終わってるか、はい、シンナーしてるかそれしかない、なえ、ちなみに今ここにいる場所はここは正門なんでしょうか、正門じゃないですね、ここね、1年と3年の小工口の前で、はい、で、2年の時は向こうなんだけど、はい、もうこっち家から来るとバス直線だから、はい、だからもうこっから 1年から3年まで出入りです、あ、そうなんですね、山さんよく正門一度も使ってることない、あ、本当ですか、はい、なんかちなみにちょっと正門もちょっと見たいなと思うんですけど、はい、正門はちょっと曲がったところなんです、あ、そうなんですか、
正門ちょっと行ってみてもいいでしょうか。じゃあ正門まで、はい、あれ行ったらいいですか。行っていただいていいんですか。ちょっと待ってください。山さん、せっかく持ってもらってるので、はい、いや、珍しいんじゃないですか。山さんが幸福を着てくれてるっていうのが。これ臭くて着たくないもんね。前々からちょっとね。そうですね。幸福は洗わないですからね。ほんと当時のまなまなので。実際山さんが当時あ、当時着られてたやつですよね。丸、はい、先輩もすごいお似合いですけど。本当ですか、はい、女性じゃないんですか。はい。じゃあ、正門の方にじゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、もう当時は山さん、自転車に関連する健康付き自転車の人が、この時って怒られなかったんですか、当時は。怒られる。一応免許的なものもあるし、中学生なので。あ、でも普通に、あそこ、今来たところに、電車にも止めてたし、はい。それはありました。あ、じゃあもう先生もバイク乗って来られてても特にもう何も言わない言わない。あ、そういう時代でもあるっていうことですね。むしろあの原付止まってんのも、はい、自分たちはほらまだ小学校高学年とか、はい、だったので小学校時代でそれ見てるんですよ。はい、要は小学校の登校班なので、はい、見るんですよ。はい。その時の先生臭くないじゃん。人情味もあるって言いますよね、その年代の方たちの先生も。注意はしてる方多分いらっしゃったと思うんですけど、はい、そういうのが一人いて、こいつもいつもこんなみたいな喧嘩する。あここがじゃあ母校ですね。でもちょっと予想されてますね。ここは神田中学校。私なんかの時茶色だった。あ、校舎が、うん、あ、この今白じゃなくて茶色だったんですね。あそこの、屋根みたいなのあるじゃん。あの、1階と2階の間の。あ、はい。あの、ひさしですね。そう、あそこに出て死んだってたりね。で、あの、上でですか。そうだよ。2階で。そうそうそう。3年が2階だったから。はい。あ、3年生は2階だったんですね。で、そのひさしのところに、そうそうそう、でも、ちょっとラリってたら危ないぐらいの幅。でもね、結構ね、幅んでこれぐらいある。あ、そうなんですね。結構頑丈なんですね。あ、丸先輩もその経験あるんですか。あそこから出て、隣の教室行ったりとか。あ、私の先輩は、あそこから飛び降りていたんだよね。はい。あ、なんか、そうそうそう、教師とかで。そう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 。そうなんですね。多分、山さんの頃だと、多分屋上も入れたような。屋上じゃなくて、屋上も入れたし、はい、2階の、向こう側にもう一個ちょっと、はい、こう下に校舎があって、ええ、2階の上だけ出れる、はい、あそこにたまったし。あ、そうなんですね。え、ちなみにここの中学校に来られるのは久しぶりですか、それともあの、ね、はい、でほら一応息子の子だから。あ、そうですよね。あ、じゃあ卒業式以来、はい、あの息子の卒業式の時も、はい、教頭先生と私やり合ってた。え、あの、その昔し、あ、もう変わってる教頭。たまたま教頭が、はい、私なんかの時の学年主任か教頭やってた。ああ、出世したんですね。そんで、まあ、うちの息子なんかもさ、学年が実習入ったりして、はい、卒業式に出さないって。はい。でもこっちは親だから来てるから、はい、で、それで潜ってさ、はい。で、また警察呼ばれた。マジっすか、卒業式の時に。いやー、それも結構また。この中学校、はい、普段制服着ないの。はい。まあ、学校のジャージじゃなくてもいいの、はい、あのナイキとかアディダスのジャージでいいのに、はい、卒業式だけちゃんとしてるの、はい、それはおかしいだろう。あ、そうですね、普段制服はあるんですよ。ある。年に1、2回しか着ない。あ、そうなんですね。 それはあの優等生の方は着られる、うん、あ、私服学校なんですか。いい、ね、私服じゃないの。制服もあるし、はい、普段は何のジャージでもいいの。あ、そうなんですか。そう、ジャージだったら何でもいいの。あ、そういうのがあるんですね。かったと思います。あ、まあ、確かにそうかもしれないですね。今なんかもうちょっとパーカー着るだけでも呼び出されたりするんですよ、ね、大変で。そういうのはうるさくないのに、はい、卒業式の時に、はい、ほら昔私もそのカズの、はい、息子の代の時の教頭とすげえやるやつだから、はい、やばい、やばい、してないよ、来てない。あー、昔を思い出させないでくれよ的な。そうですね。生活指導の先生なんかいらっしゃったと思うんですけど、
はい。生田市の長尾先生と野口先生あたりが。野口さん。そう、私そっちに大丈夫ですか。僕らの頃は、はい、その野口先生、その長尾先生って方いらっしゃった。はい。で、お前なんかはね、お前の連中ってのはみんなこういう連中だったと。はい。だから廊下をバイクで走ったりするのは当たり前で、はい、シンナーも当たり前。で、授業出ない。あそこに肛門に平気で反射で来る。はい。で、ここ、しょっちゅう流し場所だったんですよ。あ、これですね。まあ、その当時をくぐり抜けてるのが、まあ、山さんの世代の方々です、ね。あ、そういうことですね。はい、そうなんですよ。山さんの先輩とか、やっぱ同期の方々、他の中学校の方々がよくしょっちゅう。あ、こんな、バイクでも、ね、はい。もう平塚ではやっぱもう神田中学校って言ったらもうほんとまああのねもう私なんかの世代の上、はい、ロックウェはすごい有名ここあもう本当に、うん、あのまあいい意味で悪い意味でかわかんないですけどもう有名ってことですよね神田の私なんかの上は本当有名あそうなんですねあと平塚だとちなみにどこが有名なとかあるんですか山城もそうだし山城っていうとことか、はい、まあ中原も有名だし、はい私なんかの同級生は男は金玉と浜竹が有名だ、はい、あ、そうなんですねちなみに宮子さんは中学は春日野ここから遠いんですか近いんですか遠いね20分ぐらいかなあ、20分ぐらい近いですねじゃあまあ山さんここの中学 でじゃあ宮子さんとの出会いっていうのは中学校あそこの中学校のとこでそうそうなるほどで私も全然学校行ってなかったし、はい、宮古も行ってなかったから、はい、で、ね、ほら遠いでしょ、はい、だから一回宮古って行けばもう1週間ぐらい帰んない、はい、あ、そうなんですねあ、でも20分、あ、まあそういうことですねそうそうそう隣に宮古ってもあったし、はい、駅の方にも泊まり場があって、はい、その駅の友達に行けばまた1週間ぐらい帰る、はい、で、また海の方に行けばもう一人の子の家も泊まり場だったから、はい、そこ行けば1週間ぐらい帰るねはい今度家にいなかったあ、そうなんですねで私が宮古んち1週間行けば反対に今度宮古が1週間こっちに来てたはいその宮古の中学校と駅の方にある中学校と海の方にある中学校の子たちは仲が良かったから、はい、ほぼ毎日一緒にいたよね、うん、あそうなんですね毎日一緒にいたじゃあそれからなんかこういろいろ交流があってあのじゃあその闇女帝をこう作られたりとかしてそうなんかじゃああれですねそういった当時の闇女帝の、まあ、ルーツというか、うんあのまあ、こういうところでなんか思い出深い場所をちょっと待ちぶらしたいなと思うんですけど、まあ、印象深い場所だったりとか、うん、そういうのをちょっと案内させていただければはい、はい、すいませんじゃあ、いっぱいありますほとんどないよ、はい、ほとんどないあもう今はなくなられちゃって、まあ、跡地とかでもいいんですけど、うん、今はこうなっちゃったってもいいんですけどそういったところをちょっと、うん、あの案内させていただければありがたいですよろしくお願いします、はい、はい、ちなみに、はい、山さんにもくりくり着て羽織ってもらってるんであそうですね、うんこれはもう本当にあの僕なんかのあれでお願いしますって言って来てるのではいそこら辺はよろしくお願いします山さんこちらはこちらはよく人が来てますここが処刑場ですね処刑場ここはちなみにあのどういったここはね、はい、こっちがテニス場で、はい、こっちはテニス場 で隣が仮想場であここですね丸つけておきますここで、はいここか、はい、仮想場夜になってしまっちゃう、はい、大体こっちあじゃあ本当にここがこの駐車場、うん、ここに、まあ、夜集まられてまあ、なんかちょっと不義理しちゃった人間を処刑するとああそういうことですねはいでなんかここでミーティングしてることとかもじゃあ結構あるないあ、ミーティングまたそういう時は全部ファミレス、はい、あ、ファミレスであ、やっぱファミレスなんですねファミレスじゃあ、あれですねここに待ち合わせっていう時はもう、あ、やっぱりあれだなみたいな暗黙の了解で分かっちゃ うなるほどここあれですか丸先輩もこれ思い入れはどうなんですかそうですね、中学校の人からははいあ、ここではないですけどこの山さんよくこの処刑場のこの奥にあ、奥の方に止まってました、ね、あ、そうなんですねまあ、診断したりとかはいやってましたけどちなみに山さん、これ処刑場連れてくるときってバイクでみんなでこうなってくる車だよ車で、あ連れてくるときは車のトランクとかにしたんですかもうそれあ、でもそうですね女性が自分的にはなんか女性が車のトランクに詰め込まれてるっていうのを想像ができなくて
なんか生産が、はい、宣伝する。あ、そうなんですね。いやー、なんかそうですね、周りでちょっと車にトランク詰め込まれたって方がいないので、なんか自然不思議。後輩でぶっ飛ばしたっていうのは、あともう一個ね、講習班っていうのがあるんです。講習班ですか。 そこは闇場の練習する場所だったのね。あ、バイクの、はい。で、うちの後輩たちは自分たちの後輩を締めるときは、はい、そこに来いって言って、はい、練習するする時もあったし、はい、そこでちょっと輝き入れてる。あー、焼き入れられる時っていうのはどういった時が？時間だよね、時間。あ、時間厳守。そう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 。あ、そう、連絡取れない。ああ。くれる人が普通にいたんですか？いるよ、うちなんか100人中90人やっぱくれる。ああ、それはじゃあその10人がやっぱこう堂々と動画に出て喋られたりとかできるっていうことも精鋭ですよね。はい、本当にちゃんと引退したのは2人だけだもん。あ、そうなんですね。やっぱ女性なんて子供ができてとかそういう方もいると思うんですけど、そうそうそう、子供ができたっていうのがね、 4,5 人続いた時あったの。ええー。本当毎月毎月ね。はい。だから次妊娠誰かした時はもう強制でもう全員破門だってなって、そしたら落ち着いたの。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。茜はここでも処刑されたし。茜さんは処刑した方だよ。茜さん誰にもやられてないで。あ、そうなんですか。より良かった。より良かったっていうか、ちゃんとやってたもん、あいつは。良かったね、茜ね。お前また名前出して。え、怒られるんだよ。え、ていうか、ピアコさんは手出さない。ピアコさんがされることやられること。私めったに自分の後輩ぶっ飛ばさないよ。本当に20回のうち1回ぐらいしかない。あ、そうなんですね。それじゃないと後輩が逃げちゃうから。ああ。だから一つのことで一個一個怒るんじゃなく、はい、10個で一個にまとめて怒れって。ああ。教えてたから。あ、はい、あ、ほんで、破門するときに、もう、バチバチにやるけど。ああ、その時がもうめちゃくちゃひどく。あ、まあ、それはね。あ、まあ、そう、確かにそうですね。やめるときは。湘南海岸公園っていうのがあって、うん、まあ、そこでも練習したり、まあ、そこでもめっちゃ、バチバチやって、とか、で、破門にしたのに、まあ、で、集会にこっそり出てて、気づいたりしてね。ああ、そんなのあるんですか。見つけて、ね。そんなここでぶっ飛ばしたの。バチバチやって。車で来てたり。車で来てて。そうそう、隠れているから。統制連合。いるんだよ。統制連合の車に乗ってきてて。ほんで、集会中止めて、もう降りてこないから、フロントガラス割って、気づいたり。家まで行って、もらってね。そんなのあるんだよ。家まで行く。うん、だってうちほら、ヤコ姫もそうだけど、履歴書を書かせてたから、住所は全部分かんない。ああ、なんか履歴書言ってましたね、そういえば。はい。あれ家まで来て、使って上がっちゃう。親は承諾のもと入れてる。あ、そうなんですか。そう、うちは親の承諾ないと入れないから。あ、じゃあ、入られるときは、まあ、じきじきに山さんたちが行って、はい。面倒見るよっていうことを言ってから承諾して、だから親も仲いいっていうのがすごいいっぱいいる。あ、そうなんですね。あ、じゃあ今でもまだその親御さんと接してなかったり。あ、もうほら会ってはないけど、会えば全然話すから、原口のお母さんとか、すぐ原口のお母さんとかして、相談の電話とかよく来る。あ、そうなんですか。ってことはそっか、ヤマさんがじゃあ責任者としているわけですから、履歴書もちゃんと書いてもらって。うーん、連合組んだりしたから、はい、あっちにもこっちの情報を知らせとかなきゃいけないから、はい、各チームで渡し合って。あ、そういうことなんですね。もし、ね、メンバーの子が事故した場合、はい、連絡つかなかったらまずいですよ。あ、そうです。知っとかないといけないっていうところもありますもんね。パクられた時もね。はい。親から連絡来て。はい。なんかいい仕組みですね。そうですね。男性の場合だとなかなかないですよね。本当、地元の横で来れますもんね。ちなみにここ、どれぐらいの方、処刑者の方。相当いる。あ、でも私より茜さんの方が多いんだ。でも名前出ちゃってる。あ、その方が処刑人ってですか。処刑係で処刑人なんですね。結構名前出ちゃってる。そうですね。私が出すんですか。あ、それか。あ、そうなんですね。え、ぜひその講習派の方で行ってたら、はい、ちょっと行ってみたいです。講習派ですか。あ、じゃあそこに、じゃあ、はい、行ってみます。ししよろしくお願いします。なんで先輩が。そこだけ。丸先輩がすごい、もうなんかもう本当、合ってます。すごい。ちなみにここがあれですか？
あの高周波。そう、高周波。この下がね。あ、下が。下が。マルセはズボンも白なんで、なんかもう。いや、本当ですよ。はい、マッチングしちゃったんですよ。マッチングしてますね。ここかな。あ、この下が。ずーっとまっすぐ。ここに銀河大橋って橋がある。はい。その橋のちょっとまあ手前ぐらいに。はい。そう、前豚小屋かなんかあったんですよね。あった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 。すんげえ臭かった。今、なんだろう、お墓がたくさんあって。はい。はい。落ちる。霊園の中のね。そう、その霊園のところがちょうどカーブになってる。はい。そうすると、ここ、ぐるってこの工業団地の周り。あ、回れるんですか。ちょっとじゃあその一直線のところをじゃあちょっと行ってみてもいいですか。はい、大丈夫です。はい、ここでだってバイクの練習は過ごしやすいじゃんって思いません。そうですね。ここは山さんがその後輩の方々にここで練習しろ。何人かはただ飛ばされ。あ、ここでもそういう処刑があったっていうところですね。え、美代子さんもちなみにその処刑なんかも。何？そっちの方。ただ宮子さんはそんなに手を打った。やってた感じで。あ、ここは。あ、ここですね。その高周波と言われる。あ、ここは確かにバイクで夜とかですか？やっぱやってたの。夜とか。ちなみにあれですか？バイクはもう本当属車で、それともなんか原稿車とかそういうの、瀬戸車の方ジェファーってたね。ジェファーのカッパだったのがあったのと、はい、あとほらその当時の現役の、はい、ほらちょっと上手くなってくれば、はい、今度続車でやらせカッパ派にならさせなれさせあ、最初はじゃあやっぱりそういうなんか原稿車とかでバイクの仕組みだ、ね、はい、操作を、うん、ここはでも本当にあれですね、練習するにはもってこいの場所だっていう。練習してます。あ、そうなんですね。あともう一つ、このさっき山さんちょっとさっき言ったんですけど、はい、このさっきのテニスコート、あ、テニスコート、はい、はい、の裏側にも河川敷があるんですよ、はい、相模湾の、はい、そこで練習。あ、そうなんですね。ここは確かに夜はもう真っ暗ですか。夜真っ暗です。真っ暗ですか。反射のライトだけ。はい。まあここもじゃあものすごく当時思い入れがあった場所ではある。見てる方ですごい懐かしいなっていう方も結構いられるんじゃないですか。じゃないの、あのバックれちゃったやつとか。ああ、そういうことですね。そうそうそう、懐かしい場所撮影してるよっていうところで。で、結構なんか練習する時間とかって決まってた。決まってないけど、でも夜12時ぐらいから朝4、5時まで。ああ、結構長い時間やられてる感じで。警察とかは、ま、めったに来ないですか。来ない、ね、あ、そうなんですね。ちなみに山さんも宮子さんもここで練習されてないっすね。あ、私なんかはもう湘南海岸公園とかで今日も。湘南海岸公園。海岸公園。はい、あ、この後ちょっとまた。ああ、本当ですか。あ、そう。じゃあそこに、じゃあ次は向かいながら宮子さんの母校も。母校もね。ちょっとじゃあ、はい、立ち寄りながら。で、その後は、はい、総集で集まってたっていう、まあ、たくさんあるんですけど、はい、先ほど山さんもおっしゃったんですけど、はい、ほとんど溜まった場所とか、はい、まあ、こうしてた場所、ああしてた場所っていうのが、結構もう今の時代もう潰れちゃってなくなっちゃってるんですよ。はい、あとは土地改革とかで始まっちゃって、はい、消え失せてくんで。はい。だから、なんならへそまんじゅうってとかあったんですね。へそまんじゅうですか。はい。ちょっと小田津の、ここはもう、総集の方々とか、まあ、闇女帝の方に決めて、はい、もう本当に集合場所に、はい。買った場所だと思う。そこも行きたかったんですけど、はい。道路状況、あ、また土地改革進んじゃって、はい、車は手に止められない。あ、そうなんですね。それはまた写真の方で。あ、わかりました。あとはボーソルト94に、はい、総集連合の紹介の場所に、はい、あ、そうなんですね。演説した場所がそう。あ、じゃあ気になる方はボーソルト94と YouTube で検索してくれば出てきますので見てください。それじゃあ、じゃあ次はじゃあ宮子さんの母校に行きましょう。よろしくお願いします。